長岡市山古志で4日に開かれた牛の角突きの初場所。新潟4区で立候補に意欲を示している衆議院議員3人が揃いました。最初に挨拶に立ったのは鷲尾議員。これに対して衆議院議員の鷲尾さんは福信越のブロックじゃないって、小選挙区俺だけどっていうなんで鷲尾がトップっすかねっていう、はいはい、昔に比べて政治色が強くなったんじゃないんですかね注目されてるっていうのもあるんでしょうけど、それはね、私は私ですから。意識は？いや特にないですね特にそこは意識してませんけど、はい、頑張りますんで。どうもすみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。9日後、鷲尾議員は4区に含まれる自民党長岡支部の支部長に就任しました。4区に含まれる自民党の地域支部の中でも長岡支部は最大です。自民党長岡支部、さまざまなことがありながらもこの間常に戦い、そして勝ち続けることができました。この先の選挙もですね、しっかりと皆様方のお力をいただきながら上昇長岡を作ってまいりたいと存じます。長岡支部の支部長だった星野勲前県議が裏金問題で泉田議員に告発され離党した後、支部長は空席になっていました。この間支部長不在のまま知事選や参院選、統一地方選を戦い抜いた長岡支部の強化を誓いました。今後につきましてはやはり衆議院選挙が近くございますので、総力を結集して活動していくためにもですね、しっかりとコミュニケーションを図りながらやってまいりたいと思っています。同じ日、同じく自民党の泉田議員は新しい区割りで4区に編入された柏崎市で活動しました。裏金問題を告発した後、自民党県連の所属ではなくなった泉田議員、公認候補の前提となる自民党第4選挙区支部の支部長に鷲尾議員が選ばれた過程に不満を持っています。支部長問題については県連からは裏金問題のせいなのか排除されているということです。ちょっとこういう政治でいいのかっていうのは、県民の皆さんにですね、ぜひ訴えたいなというふうに思っています。所属していた自民党の派閥二階派を退会、独自の活動を展開しています。皆さん方の声をですね、しっかり届けていく、こういうことでですね、ぜひ泉田を使っていただけるようにということをですね、県民の皆さんに訴えていきたいなというふうに思います。翌日、立憲民主党の米山議員は新たに4区に編入された見附市で自身のポスターを貼りました。もともとは同僚議員の選挙区でしたが、手応えを感じているといいます。有権者のことを接せられてですね、どのような反応でしょうか。割には私はいいと思いますけれどね。それはもちろん今までね、別の菊田さんの選挙区でしたけれどから、そういう認識あるでしょうけれど、同時に私は知らなかったってわけでもないと思うのでね、なんとかいい感触でできたと思います。今の時期にポスターを貼るのは今国会会期末の衆議院解散に備えるためです。まず6月だとすると、やっぱり今一番やるべきはポスターになるんですよね。でそこで一呼吸を置くとしたら、その後今度は講演会作りみたいなことになるでしょうしね。そこはどの日程であっても大丈夫なようにやっていくだと思います。 G7 広島サミット後に解散風は強まるのか、先が読めない中、常在戦場を念頭に活動を続けます。